はい、どうも皆さんこんにちは。今回はスパイダーマンノーウェイホームの第2弾の予告編が公開されたので、こちらについて見ていきたいと思います。予告編を見て分かった通り、アンドリュー・ガーフィールドのスパイダーマンであったり、トビー・マグワイアスパイダーマンは登場しませんでした。これらの歴代スパイダーマンが登場する可能性はかなり高いと思いますが、この感じでいきますと予告編にはスパイダーマンは登場しないのかもしれません。そしてこれまでの MCU の予告編を見ても分かる通り、予告編というのは映画本編の映像をそのままつなげているわけではなくて、かなり編集されていたり CG 加工されていることが分かっています。中には映画本編では公開されていない未公開シーンが使われていたりもするため、まだ本編がどうなるかは分かりませんが、今回の予告編を見ても分かる通り、かなりカットが加えられていたり、デジタル加工で人物が消されていたりする場面もあると思うので、今回の予告編に他のスパイダーマンが登場しないからといって本編ではそうとは限りませんし、その他のキャラクターについても同じことが言えます。例えば予告編の最後の方にはスパイダーマンが一人で複数の敵と戦う場面が登場していますが、特にこの場面に関しては他のスパイダーマンが CG で消されている可能性がかなりあると思います。これまでの予告編ですと、例えばアベンジャーズインフィニティウォーではハルクが走っている場面が登場していますが、こちらは本編には全く登場していなくて、これは予告編のためだけに作られた映像であることがわかります。なぜこの場面で他のスパイダーマンが消されている可能性があるのかと言いますと、まず右側に敵が複数人いるのに対して左側が少し寂しい感じがするので、ここには2人のスパイダーマンがデジタル加工によって消されているとしてもおかしくないスペースがあります。そして何といっても最大なのは、リザードが何者かによって攻撃されているということです。この場面は一瞬ですが、少しスローで見てみますと、エレクトロが雷で攻撃しているその下にはリザードがいます。そしてトム・ホランドのスパイダーマンはここではリザードに対して攻撃はしていませんが、なぜかこの場面でリザードは何者かに攻撃されていることがわかります。つまりここの場面では後からデジタル処理によって消されたスパイダーマンがいると考えれば、これは辻褄が合うため、ここには仮にスパイダーマンでないとしても別のキャラクターが一緒に戦っていることが考えられます。また予告編の一番最後の方にはドクター・ストレンジが塔の一番上に立って、空が紫色のひびが入ったような感じになっている場面が登場していますが、これはマルチバースの衝突を表している可能性があると思います。この元々の原因になることを作ったのはスパイダーマンを忘れさせるための魔法だとは思いますが、今回の映画でマルチバースが本格的に登場してくるということを考えますと、敵が敵を呼んでくるという可能性があります。つまりトビー・マグワイアであったりアンドリュー・ガーフィールドの世界だけではなくて、別の世界からも同じキャラクターを連れてこようとするのではないかということです。別の世界に行けばもちろん別のスパイダーマンがいますが、それと同時に別の敵も存在しているはずです。そうなれば敵もそれを利用して別の世界から自分たちを連れてきてチームを作ろうとする可能性があるのではないかと思います。またピーターはこの時に自分一人では全ての人を救えないと言っており、もしかしたらこの時に別の世界からスパイダーマンを連れてくるのかもしれません。それでは予告編の始めから見ていきますと、まずピーターと MJ が地下鉄などをスイングしている場面が登場していますが、これはおそらくスパイダーマンファーフロムホームの一番最後の続きであると思います。前作ファーフロムホームの一番最後といえば、 JJJ がスパイダーマンの正体をバラして全世界がスパイダーマンはピーター・パーカーということを知ってしまい、ピーターはとりあえずその場から離れるために MJ と一緒に雲の糸で移動していることが考えられます。多分地上では人目につくため、人目を避けるためにわざわざ地下鉄の中を糸を使って進んでいることが考えられます。そして何といっても今回明らかとなったのが敵の新たな姿で、前回グリーンゴブリンのカボチャ爆弾であったり毒コークなどは登場していますが、今回さらに詳しい見た目がわかり、グリーンゴブリンもグライダーに乗った初めてスーツ姿が登場しました。グリーンゴブリンに関しましては2002年の頃からほぼ同じスーツで登場していますが、ややヘルメットが大きくなったぐらいで、そこまで大きな変更点はありません。以前話した動画ではグリーンゴブリンも新しい姿になって登場すると言いましたが、別の姿になったグリーンゴブリンも一瞬だけ登場しており、それがこちらで、グリーンゴブリンは頭にフードのようなものをかぶっていて、より原作に近い姿となっていることがわかります。また他のキャラクターに関してもより原作コミックに忠実な姿になっており、例えばジェイミー・フォックス演じるエレクトロに関してはアメイジング・スパイダーマン2では青い稲妻を放っていましたが、今回は原作同様に黄色い稲妻となっており、コスチュームも変化しています。この場面ではエレクトロとスパイダーマンが戦っていて、初めてブラック&ゴールドスーツがよく見えました。前回も登場はしていますが、あまりよく見えませんでしたが、今回ははっきりと姿が見えて、このスーツで魔法を使えることも確認できました。
スパイダーマンでブラックスーツというとスパイダーマン3で登場したようなシンビオートがついたスパイダーマンにも見えますが、今回はシンビオートではなくて、どうやらこのスーツというのは赤と青の通常のスパイダーマンスーツを裏返したもののようです。つまり通常のスパイダーマンスーツを裏返しに着ているだけということになり、そんなのありえないと思うかもしれませんが、一応スパイダーマンのスーツのコンセプトアートとしてこのようにスパイダーマンスーツの中身が見えるものがありますが、スパイダーマンのスーツはこれまでのスーツとは違って、スーツの中には電子回路を組んでいるためこのように導線が見えます。そのためスパイダーマンスーツを裏返しに着ているだけというのもあながち間違っていないかもしれません。その次の場面では第1弾の予告編であったり、エンパイアのマガジンにも登場したドクター・オクトパスとトム・ホランド・ピーターの戦いの場面が登場しました。ここでドクター・オクトパスはピーターではないと言っていて、これは裏を返せばドクター・オクトパスはトビー・マグワイア・ピーターを覚えているということで、トビー・マグワイア・スパイダーマンの登場をこのセリフで匂わせています。またその次にはドクター・オクトパスがサンクタム・サンクタルムの地下のような場所に捕らえられている場面が登場しています。以前の動画でも話しました通り、別の世界からやってきた敵はドクター・ストレンジの魔法によって檻の中に入れられるということを話しましたが、今回の予告編でこの情報は正しかったということが分かりました。ただこれまでリーク情報を投稿してきたグレース・ランドルフによると、ドクター・ストレンジとスパイダーマンは何かについて意見が一致しないということを言っています。今回の予告編全体を通して見ても分かる通り、ドクター・ストレンジは他の世界から来た敵を閉じ込めておきたいのに対して、ピーター・パーカーはそれをよく思っていないようで、別世界から来た敵を解き放とうとしています。その鍵となりそうなのがこの四角い箱で、ピーターはこれを持ち出そうとしますが、ドクター・ストレンジに止められているため、これが敵を閉じ込めておくための檻の鍵のようなものなのかもしれません。また最後の戦いらしき場面では、キャプテンアメリカの盾を持った自由の女神が登場していて、以前のリーク情報の動画でも話した通り、最後は自由の女神の周りで戦うということを話しましたが、これも正しい情報でした。また次の場面ではゴールドブラックスーツに身を包んだスパイダーマンが魔法を使っている場面が登場しています。これは見るからにドクター・ストレンジが魔法をかけているスーツで、別世界から敵がやってきてその数が多いため、ドクター・ストレンジの手助けとして魔法がかけられていることが考えられます。そのため別世界からトビー・マグワイアであったりアンドリュー・ガーフィールドのスパイダーマンが登場するとすれば、この魔法で強化されたスーツでも敵に歯が立たないピンチの時にやってくるのだと思います。また今回の予告編に登場したセリフから、なぜ敵たちはスパイダーマンと戦うのかということについて少しヒントが登場していました。まずトム・ホランド・ピーターはなぜ敵たちが戦うのかあまり分かっていないようですが、ドクター・ストレンジはそうではないようで、ドクター・ストレンジによると、彼らはスパイダーマンと戦って命を落としており、それが彼らの運命だと言っているため、ほとんどの敵がスパイダーマンへの復讐が動機となっていることが考えられます。2002年のスパイダーマンの1作目に登場したウィリアム・デフォー演じるグリーン・ゴブリンは、スパイダーマンが直接手を下していないものの最後命を落としていて、その次に登場したドクター・オクトパスは、最後正気を取り戻して自ら川の中に沈んでいき、2014年のアメイジング・スパイダーマン2に登場したエレクトロもスパイダーマンの手によって殺されてしまいました。その他のキャラクターのサンドマンであったりリザードは死んではいないため、ここはどういった説明が加えられるのかわかりませんが、今回復活する敵のキャラクターに関しては、そのほとんどがスパイダーマンによって命を落としているということで、基本的にはスパイダーマンに復讐しに戻ってくるといった感じなのかもしれません。また次の場面では再び J.K. シモンズ演じる JJJ が登場しました。JJJ といえば前回のファーフロムホームの一番最後にも登場していて、知っての通りトビー・マグワイアのスパイダーマン3部作でデイリービューグルの編集長をやっていました。またピーターが敵と戦う場面の一つにカボチャ爆弾を弾き飛ばそうとしているところが登場しています。こちら見てわかる通りスパイダーマンはアイアンスパイダーのスーツを着ているにもかかわらずヘルメットは装着していません。カボチャ爆弾といえば一作目でわかっている通り、通常の人間が爆発されると一瞬で骨になってしまうほどの強さで、トビー・マグワイアスパイダーマンでさえもこの一撃でかなりやられています。普通に考えればアイアンスパイダーのヘルメットをかぶった方がいいに決まっていますが、この場面では MJ などのピーターにとって大切な人を守ろうとしていることが考えられます。基本的にアイアンスパイダーのスーツはアイアンマンスーツのナノテクと同じように頭で思うだけでスーツの着脱が可能になっていて、ピーターが頭で思うだけでヘルメットの着脱もできます。つまりここではヘルメットのことなど考える暇もないということで、おそらくここでは MJ を助けようとしているのではないかと思います。そして次の場面ではドクター・ストレンジとスパイダーマンが一瞬ですが戦う場面が登場して、スパイダーマンはドクター・ストレンジが持っている四角い箱のようなものを奪おうとして、ドクター・ストレンジがそれを止めます。
先ほども話した通り、これは敵を閉じ込めておくための檻か、その鍵であることが考えられて、ピーターはそれを盗もうとしていることから敵を解放しようとしていて、ドクター・ストレンジはそれを止めているため、敵を元の世界に戻そうとしていることが考えられます。また前回の動画でエンパイアマガジンに登場したドクター・オクトパスのアームが赤かったことから、これはアイアン・スパイダーのスーツを吸収しているのではないかと言いましたが、今回の予告編でそれがはっきりわかり、ドクター・オクトパスはアイアン・スパイダーのスーツから新たなナノテクのアームを作り出しています。また変わっているのはドクター・オクトパスだけではなくて、アメイジング・スパイダーマン2に登場したエレクトロも同じでした。アメイジング・スパイダーマン2に登場した時のエレクトロはコミックとは似ても似つかない姿で真っ青になっていましたが、今回はかなり原作寄りで、一瞬ですが雷で頭が星型になっていて、コミックでのエレクトロはこのように頭に星型の被り物をしていました。また面白いのが、この時エレクトロが攻撃しているのがどうやらスパイダーマンではなくて、なんとドクター・オクトパスでした。こう考えると敵がたくさんいる中でどうやら仲間割れが起こるようで、スパイダーマンに強く恨みを抱いているキャラクターもいる中で、実際はそうでもないキャラクターもいます。例えばサンドマンに関しては、スパイダーマン3で戦いはしたものの、最後は和解して終わっていますし、アメイジングスパイダーマンに登場したリザードも、副作用によって凶暴になっていましたが、人間の姿に戻ってからは、普通のカーティス・コナーズの状態になっています。そしてドクター・オクトパスに関しても、スパイダーマン2の最後は正気を取り戻して、最後化け物としては死ねないと言って自ら犠牲になっているため、最後改心するという展開も期待できそうです。また最後の戦いらしき場面では、これまでのスパイダーマンに登場したオマージュが登場していて、それがアメイジングスパイダーマン2のグウェンの死です。グウェン・ステイシーの死といえば、コミックでも登場している通りグリーン・ゴブリンに橋から落とされて死んでしまいますが、映画アメイジングスパイダーマン2の最後、時計台から落とされてスパイダーマンは救えずに命を落としています。これとかなりよく似た場面が今回登場していて、MJ が自由の女神から落とされて、トム・ホランド・ピーターがそれを助けようとしている場面ですが、ここで期待したい展開の一つが、トム・ホランド・ピーターが MJ を助けるのではなくて、アンドリュー・ガー・ピーターが MJ を助けるという展開です。アンドリュー・ガーフィールド・スパイダーマンは元の世界でグウェン・ステイシーを助けることができなかったため、今度は別世界の MCU の MJ を助けるという展開になれば、アンドリュー・ガーフィールドのスパイダーマンの登場の仕方としては最高なものになると思います。今回は来年1月7日日本公開予定のスパイダーマンノーウェイホーム第2弾の予告編について見てきました。皆さんは今回の予告編、そしてこの映画についてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していてください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。